皆さんこんにちは。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。いや今夜勤を終えて朝の9時までの夜勤を終えて帰ってきたところで、でその夜勤中にすごいちょっとビッグニュースが飛び込んできてですね、慌てて帰ってきたんですけどで帰ってきてそのまんま早速撮影を始めております。僕は令和新選組の存在と三橋貴明さんの存在を知った2年前からずっと2人に対談してほしいですっていうことだったり、2人がね力を合わせてほしいなっていうことをこう YouTube でね何度も訴え続けてきたんですけど、けれどもその都構想ぐらいまでの頃は何ですかね、三橋さん山本太郎さんのことを応援してくれてるなっていうことは感じてたんですけど、その後ぐらいからですかね、山本太郎っていうワードだったり令和新選組っていうワードをまるで禁じているかのように、まるでこう存在していないかのような扱いって言ったら、言い過ぎなのかな、でもそんな感じというか印象を受けて、高市早苗さんをはじめとするその積極財政っぽい積極財政を言う自民党の議員や国民民主党に肩入れしている様子を見ながら、僕の動画を見てきてくださった方ならなんとなくお気づきだったかもしれないんですけど、だんだんと僕の気持ちが離れ始めていってしまってるようなところがあったりして、そういう複雑な気持ちを綴った長文を経営科学出版の方にねメールで送信してしまったりもしてけれどもまさかねこの年の瀬のタイミングで2年前から訴え続けてきたことが実現するとは夢にも思いませんでした。その気持ちが離れかけていたとは言っても、山本太郎さんと同様に三橋さんなくして今の自分はありませんからね。対談の中身はまだ公開されていないので、どんな話をされたのかはちょっと僕もわからないんですけど、三橋さん令和支持者のねその何だろう、三橋さん離れを感じ取っての決断でもあったのかなと。でもね、そうだとしても別にいいんですよ。そのこの国が良くなるなら、国際財源が当たり前の国になるなら、別にもう細かいことはどうでもいいですよね。そして今後は願わくば本当にその山本太郎さんに令和新選組に力を貸してほしいなって思いますね。経営者としての立場がありますし、自民党を通して築いてきた保守界隈の人脈みたいなものがあるんだと思いますから、山本太郎さんや令和新選組ばかりに肩入れするっていうことはできないと思うんですけど、ですがせめて定期的に対談みたいなことは行ってほしいですし、水面下で見えないところで助言だったり手助けみたいなことをしてほしいですよね。保守層を味方につけるならこういう政策も訴えた方がいいよとか、森淳さんとの対談をセッティングしてあげるだとか、あとはエネルギー安全保障問題について不安視されることがある山本太郎さんなんですけど、火力で賄っていくといっても、その
ブラックアウト、北海道で起きたブラックアウトのような例がありますからね。そういうところを突っ込まれないためにはどうそこをね補えばいいのかだとか、三橋さんは別に何だろう、原発にこだわっているわけではないっていうお話ですからね、それに代わるエネルギー源さえ見つかればっていう、はい、そんなわけでどちらもね、2人とも主人公気質の飛び抜けた才能の持ち主で、とりあえず対談の実現心から嬉しかったです。短いんですけど、ただそれだけが言いたかっただけの動画でした。対談動画が公開されるのを心待ちにしたいと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。